ポーランドリトアニア共和国内のノボグルデク県の位置、ノボグルデク県、ナウガルドゥカス県はリトアニア対抗国、ポーランドリトアニア共和国の県である。1507年に設置され、1795年に廃止された。県とはケンベラルーシナバフルダク。ノボグルデク県は1507年に設置された。1565から1566年の リトアニア大公国の行政改革の際に、県内に、ノボグルデク軍、ボルコブスク軍、スロニム軍が設置された。このうちのボグルデク軍は、スーツク公国の別称でもあった。南部は、ブルツェスク県、北部は、西から順に、トロキ県、ビルノ県、ミンスク県と接していた。ポーランドリトアニア共和国旗、ノボグルデク県からは6名が選出され、国会に派遣された。 1793年の第二次ポーランド分割で、権域の大部分が、1795年の第三次ポーランド分割で残る権域すべてが、帝政ロシアに割上され、ノボグルデク県は消滅した。ノボグルデク権域は、帝政ロシアでは、ミンスク県とスロニム県の一部となった。ありがとうございます。